どうも、逆にラボです。廃校を見つけたので入ってみました。廃校にはなぜかスイカの種があるという。そういうことなのでとりあえず行ってみます。この砂利邪魔だな。では行ってみましょう。いきなりクリーパーのお出迎えか。ここで行き止まりだな。探査終了したら塞ぐ。レール発見、もらっていこうか。大田区磨いたぜ。ここ来んなー。まだいたか、あっち行け。被弾は最小限に抑えたぜ。鉄と石炭はいただいた。レールいただいて何作ろうかな。ジェットコースターでも作ろうか。ゾンビ発見、くじゅくじゅ。さっさと明かりつけないとな。オーケストだ。スイカの種はなし。この先はいけないか。しゃあない、引き返そう。お、マグマ発見。消火だ消火だ。なぜかダメだな。丸石で抑えよう。この先は特別なんかありそうでもないな。一旦仮拠点に戻ってみるか。どこだっけ？ここか。わかりやすいように松明で目印つけよう。では再び廃校へ。迷路のようだが松明つける位置さえ間違わなければまず迷わない。鉄いただこう。下のフロアにゾンビ。うほ、いいレール。いただきます。背後から雲が。つけないとね。ここで行き止まりか。
蜘蛛の巣だ。糸をいただきます。石炭月中。おお、またそこが抜けた。ここから下に行けるのか。鉄は貴重な資源。行けると思ったら行き止まり。ここは最初から松明がある。何にもないな。塞いでおこう。ここも何もなさそう。さすがに廃坑だけあって何にもないな。さてまだ行ってないところは。ここいらへんは来たんだよな。おお、そこが抜ける。埋めておこう。ここだな。鉄いただき。アイテムも増えたし、一旦戻るか。蜘蛛の巣が増えてないか。糸をもらっておこう。では今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。